最近、このレポートを行っていました。シャークスイーのツールを強化して、Excel からオラクルへのアップロードも可能にしました。お客様のフィードバックでは、WebADI が使いにくく、あまり暗くないという声がありました。そのため、アップロード機能を統合しました。現在、最初の開発を開始し、今のところ、役自主のアップロードがありますがす、数は増える予定です。 サウンカウニングでピオリクエストの作成を力に説明しましょうユーザーとしてこれらのアップロードどのいずれかを選択しますそしてまあ何をしたいかを選択します新しいリクエストを作成したい場合は作成もどうを選択するとそれののエクセルファイルが生成されデータを入力してアップロードをできますしかし作成または更新もどうを選択すると 既存のリクエストをクエリして変更したり新しいものを作成したりできます。では、2006年のリクエストをクエリしてみます。4 w a ベイドチューク、s q チューク、処理の段階が表示されます。ディストラスペ p a のを何両すると処理ファイルが表示されます。4-10、Or, 10, uh, uh, クロール機能が有効であり、あるわけされています。どのレーを更新できるか。 別の列が読み取り専用の列であることを確認できます。そして、カーニ色の列が必須の列です。新しいレコードを作成する場合、カー色の列、つまり必須の顔色の列の範囲を提供する必要がありますで。この場合、既存のリクエストのリクエスト番号を更新することはできませんが、ヘッダーの説明を更新することはできます。といった感じです。では、この場合、ちょっとコピーピーストしてみましょう。 アイテムの説明をコピーしてヘッダーの説明に入力します。テストとして。さて、それをこうやってコピーアンピースとするトツルがどのレコードが変更されたかを理解してアップロードを処理します。また新しいレコードも作成できます。ちょっとだけ早くするためにこの経理ロイ列のいくつかをコピーしてみます。では、さあ<は>、フラュマイトルシガンが2つあります。 要請ここでは死の検証リストがあります。これはオラクルフォームスと非常に似ています。例えば有効な在庫組織があって配送線があるとします。例えばアイリスの一つで依頼者が必要です。そしてサプライヤーにしましょう。そうしてアイテムが必要です。何があるか見てみましょう。例えば フォアクリフトのバッテリーですね。見てみましょう。価格を変更することもできます。これはデフォルトセルです。例えば1000パイハシドル。そして1月1日2023年が欲しいとしましょう。さて、いくつかの更新と新しいレコドードができました。ユーザーとしてはファイルを保存し、ダウンロードフォルダーから完全なファイルをアップロードします。 だからこのツールは、ウェブエリアや市場の他のツールよりもはるかに酔いのです。サバショーでデータセット全体を一括処理するためです。例えば、10万の在庫アイテムを更新しても問題なく動作します。そしてデータを一括処理します。しかし、この場合、すべてがエラで終了しました。要求密意は今日より後である必要があります。ここでは課金アカウントが無効です。 そしてここではリビジョンが無効です。しかし処理ファイルでこれらのエラーを修正できます。例えばここで要求2付きを修正できます。これは例えば2013年時逆30時とします。それではこれエレコードを処理できることを願いましょう。チェイス、他のものについても見てみましょう。このチャージアカウントは無効です。 どうすればいい前の形からチャージアカウント情報をコピーして貼り付ければこの問題が解決することを願いますさてこれでレコードを再処理してみますファイルを選んでアップロードしましょう今試行中です完了したらまた結果が見られるはずです よさそうです。少し成功しました。最後の項目はリビジョンが無効のままですがこれは変更しなかったからです。でも更新処理は完了しあ新しいリクエストも作成されました。これらの2つがそうです。これで新しく作成されたリクエストをオ a ラクルで見つけられます。これが新しいアップロード機能の主な点です。このツユールにはもちろんもっとたくさんの機能があります。いろいろな他のツユールからの自動インポート機能。 例えばパブリッシャー、エンタープライズコマンドセンター、特にディスカバラからです。ディスカブラのマイグレーションはほぼ自動化されていて、このツールを使ってすべてのディスカブラワークブックを迅速にマイグレットできます。オースダークアンシューグンスより大方は全部での個別のデモを調配できます。サマリー、カトワクザマシュチ。